マリエスプリレオン・ワルラスは、フランス生まれの経済学者。スイスのローザンヌ・アカデミーで、経済学の教鞭を取った。ヨーゼフ・シュンペーターによって、すべての経済学者の中で最も偉大と評された。また、経済学的分析に、数学的手法を積極的に活用し、一般均衡理論を最初に定式化した。ワルラスは1834年。 フランスのエブルーに生まれた。エコールポリテクニークを受験するものの、最初は受験要件を満たせず、翌年は数学で失敗し、入学できなかった。やむなく、パリ国立高等工業学校に入学したが、当時の、この学校の実学志向の強さを嫌い、文学に傾倒し、三詞文主義者と交わったりして2年留年し、中退した。その後、 父のオーギュスト・ワールラスの説得を受け入れて、経済学研究を始めた。経済雑誌記者、鉄道会社の事務員当職を転々とし、レオン生と、共同組合割引銀行を設立しその理事となる。この事業は、ワールラスの反対にもかかわらず、消費共同組合に過剰融資を行い、行き詰まって倒産した。事業処理のために、完済人の銀行に雇われ、その間に、 ローザンヌで開かれた租税会議の論文コンクールに応募し、4位に入っている。36歳の時、租税会議で彼に注目していたルッショネーに誘われ、スイス、募集に完成したローザンヌアカデミーの新設に際して募集された経済学教授採用試験に応募した。その社会主義的主張に対する反対に対し、知名人2人と学問的寛容さを示した。 ダメット教授、ルショネへの賛成を得て、4対3で、過労じて合格し、1年の仮採用の後、初代教授となった。彼の理論は、記述言語としての数学の利用が、よく理解されず、難解と思われ、その重要性は長い間認められなかった。彼自身、そのことはよく理解しており、友人に宛てた手紙の中でも、 そのことに触れている。それでも、彼の理論は、徐々に広がっていき、その死の直前には、最初の著作以来の研究50周年を1909年に祝われ、世界中の経済学者から感謝のメッセージを受けたのは、幸いであった。彼は1892年に教授職を退き、1910年、モントレーの近くのクレロンズで死去した。 父のオーギュスト・アルラスは、元は、法学者であったが、当時の価値論に不満を持ち、経済学研究を始めた。オーギュスト・アルラスは、中学校の校長、その後私学館を務めており、職業的な経済学者ではなかった。しかし、レオン・アルラスの自伝によれば、その経済思想は、息子に着想を与えるという点では、特に土地国有化論とともに、価値論について、 大きな影響を及ぼした。もっとも、人間の欲求の絶対量に対する財の希少性に、基づいて、価値を規定するオーギュスト・ワルラスの概念は、レオン・ワルラスの希少性概念とは、相当に異なるので、息子は、父の言葉だけを受け継ぎ、その概念は独自のものであると言える。また、ワルラスは、社会改革の理想も父から受け継いだ。レオン・ワルラスは、 土地の国有化をオーギュストから受け継いで提唱した。その要点は次の通りである。社会が進歩するにつれて、資本蓄積が進行し、人口は増加していく。しかし、土地の存在量は事実上固定されているので、社会発展とともに、地価は常に上昇していく。そして、私有財産制の下では、その収益は土地の所有者である地主に帰する。 しかし、それは、地主の活動によるものではなく、いわば社会の発展の成果を地主が独占することを意味する。一方、労働の成果は、労働をした個人に帰するべきものであるから、賃金、放給に対する課税は、個人の権利を侵害することになる。それでも、個人を超えた、別個の存在としての国家あるいは社会は、その活動のための収入を必要とする。 ワルラスフ氏は土地は自然からすべての人間に与えられたものであるから社会が必要とする経費は時代収入によって賄うべきでありそれによって国家は個人の権利を信頼する課税の必要がなくなると論じたもっとも私有財産である土地を無償で権力的に取り上げることはできないのである種の再建を対価として発行することで 土地を国有化することを提案している。しかし、それも現実には、不可能であるという結論に至っている。オーギュスト・アルラスのエコール・ノルマル・シュペリュールでの、学生時代の友人アントワーヌ・オーギュスタン・クールノーは、経済学への数学の導入について、レオン・アルラスに、大きな影響を与えた。また、AN ・イスナールからの影響も指摘されている。 レオン・ワルラスの数学的手法やフランス的合理主義は、クールノーから学んだものである。クールノーは、生産量は、需要、価格、費用に関係するという関数を考案したほか、独占的競争から出発して、市場参加者の数を増やしていき、一般的競争市場の理論に行き着こうとした。これに対して、ワルラスは、 絶対的自由競争という理念型の下での一般的市場競争から出発し特殊なケースに進むべきであると主張では主張している。小室直樹によればその後の数理経済学に絶大な影響を与えたワルラスだが本人はそれほど数学が得意でなかったとしている。実際、ワルラスが経済学に導入した数学は計算のためというよりは 記述言語として使われており、連立方程式の数と未知数の数が一致することを示すことで、大抵の場合は解が存在するということに止まる。逆に、この壮大なモデルの穴を埋めていくことが、その後の経済学者の関心を引いたと言える。レオン・ワルラスは、ウィリアム・スタンレー・ジェボンズや、カール・メンガーと並んで限界革命を導いた、理論家の一人に数えられる。 この二人には、主張初犯の発刊時期でこそ遅れをとっているものの、二人とは、独立して、独自に、理論形成を行った。純粋経済学要論の主要な内容は、社会的富の数学的理論で、同時期に示されている。ジェボンズとは、頻繁に書簡を通じてのやりとりがあり、そこから二人は共に、ヘルマン・ハインリ・ヒゴッセンの理論を先駆者として、認めている。 アルフレッド・マーシャル、メンガーとも文通交流はあるものの、それほど活発とは言えない。特にメンガーは、経済学の数学的定式化に懐疑的であったし、また均衡点の分析よりも均衡に至る過程を重視していたので、ワルラスとの文通も活発にはならなかった。テオリ・マティミティーク・デラリシェス・ソアール、1883 彼の最大の著作である純粋経済学用論は1874年に上官が1877年に下官が出版された。この著作によってワルラスは一般均衡理論の父と考えられている。ワルラスはその経済学体系理論経済学を土台としてその論理的成果を利用して人々の経済的構成を高める応用経済学、さらには 人と人の関係を問題とする社会経済学である。特に理論経済学の最大の目的は自由競争が適用されるべき範囲を確定することだと言っても良い。当時の性の流れを組む正当派経済学者たちが根拠を示すことなくあらゆる側面で自由放任主義を唱えることを強く批判している。そこでワルラスが考える完全競争では すべての市場で受給を一致させる競争均衡価格が実現する。ワルラスの一般均衡理論は、ローザンヌ大学時代の弟子であるビルフレート・パレートを中心とするグループによって継承され、よく知られるようになった。後に、ワシリー・レオンチェフによって実際の経済に適応する道が開かれた。ジョン・メーナード・ケインズは、ワルラスの一般均衡理論で想定されている、経済が 現実の市場と大きく乖離していることを強く批判し、ワルラス流の価格決定モデルは非現実的であると述べた。この批判は、ワルラス自身の方法論から言えば、それは、問題が違う、ということになる。他方、新しい古典派の理論家たちはケインズを異端とみなし、ワルラスの一般均衡理論を再評価する。ヨゼフ・エイシュン・ペーター、ヒストリー・オブ・エコノミック・アナリシス。 1954P827 自分の理論の広がりを例えて、彼は友人に宛てた手紙でこのように語っている。人は何をしているかを知っておく必要がある。短期間に取り入れたいなら、人参やサラダ菜を植えなければならない。菓子の木を植えたいならば、次のように心に言い聞かせるよう、十分賢くなければならない。 私の子孫たちが私のおかげでこの木陰を得る。こう決めたのは私だ。この小さな苗木が伸びるのを見守り、それが少し育つのを見ても、もっと大きくしようと苗木を引っ張って痛めないように、しなければならない。小室直樹、経済学をめぐる巨匠たちダイヤモンド社、ケイブックス、books, 2003年、189ページ。 この両者を説明するために、純粋経済学要論決定版の付録1、第1章で、概ね以下のように語っている。今日、数え切れぬほど多くの学派が存在するものの、私は二つの学派しか認めない。一つはその命題を証明しない学派であり、今一つは命題を証明する学派であって、これこそ、私が確立しようと目指しているものである。 ありがとうございます。